ショータイム。二等辺の友人屋です。T 隊長です。隊長でございます。はい、今日は、うん、大ネタ。大ネタ。風の谷のナウシカ。ナウシカ。名古屋でエンタメ放送局を作りたい。エンタメ放送局。うん、まあ名古屋でじゃなくて、うん、中央ライン。中央ライン。中央ライン、うん、中央線かもしれないんですけども、うんうんうん、っていう話をして何を取ろうねって話をした時に。うんうんうん、ナウシカとか取り上げたらどうですか、うんうんうん、っていうのがあったので、うん、ナウシカ、ナウシカ、風の谷のナウシカ、うんうん、何を話せばいいのか、うん、っていうのはあるんですけども、うん、何かを語るぞっていうスタンスで、うんうんうん、ナウシカを見てきました。はいはいはい。で、何を思ったか、うん、あ、何を語ればいいんでしょうね。そこが、あ、僕もその見ました。何かを語るよっていう視点で、うんうんうん、ね、はい、そうで見た結果そこが一番難しいですよね。そうなんですよね。何を語るんだ。岡田斗司夫さんは、うんうん、まあ、ジブリの歴史、うんうん、宮崎駿の性格、うんうんうん、でアニメとしてどこが優れているかっていうのをもうつまびらかにして、うんうん、語り上げるんですけど、うんうん、そんな技術はないし、でも今まではただ面白いとしか見てない、うん、そう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 、はい、であそこはまたオタク視線じゃないですか。そうですね、うん、だから難しいですよ、ね、なので語るにあたってどの視点で語るかっていうのを先になんか明示する必要があるのかなってちょっと思ったんですね、はいはいはい、で、まあ、私二等兵が明示するとなると、うんうん、ナウシカは何タイプかっていうのが話せるなと思ったのと、うんうん、まあ、どうしても私は超文系、うん、職業としてはまあ、うん、ライティングなどもしたりするせいか、うんうんうん、結構セリフ、人がこんないいこと言ったよっていうのが結構気になる。でそれがなんか教訓になった、うん、教訓としてどう捉えるかっていう視点で見ることが多いんですね、うんうんうん、なんでそのことなら話せるなと思ったんですね。で体調はどうですか。僕まあ普段映画とかそういう物語見るときに、はいはい、展開が気になりますよね、はいはい、次何が起こるんだ、はい、っていうワクワク感みたいなので見るので、はい、今回ナウシカを見て、はい、ナウシカってもう過去何回も何十回も見てるじゃないですか。毎年やりますからね。そう、はい、僕は小学生の頃からやってるので、はい、小学生の時に初めて見た時はめっちゃ感動した記憶はあるんですよ、はい、だけどもうあれから何十年も経って、はい、その間に何回も見てやってると、はい、展開を楽しむことはできない。そうですね、もうストーリーも全部知ってるみたいな、はいはい、っていうところで語ることがないなっていう。語ろうと思って見ても見ても、うん、まあ、なのでエニアグラムを何タイプかみたいな考察はできるかもしれないですけど、何を思ったかみたいなのは難しいなっていうのが、うん、なるほど。じゃあ一応私から、はい、先手、うん、伊藤平、うん、スピ目線で見るとごめんなさい、スピ目線っていうのは、うん、教訓を得たい。教訓目線で見ると、うんうん、なんか人間ってそんなにひどくないって僕は思ったんです、うん、ナウシカが結構きつくて、うん、なんか人間が毒水を流してね、うんうんうん、植物はそれを癒すのにみたいな、うんうんうん、いや俺そんなに悪くねえぞって思ったで、うん、ナウシカさんきついっすってあ、うん、っていうのは、うん、本当はナウシカって、うん、1巻から7巻まである、うんうんうん、コミックを、うん、の一巻の部分をちょっと抜いて映画にしたものなので、うん、本当はすごい連綿としたストーリーなんですね、うんうん、なのでそのなんか人間関係も多彩で、うんうん、事件もいろんな国でいろんなことが起こってみたいな話なので、うんうん、それが映画になるとアクション映画になるんですよね、うん、ジャッキーチェンの映画になってる、うん、あ僕は今けなしてるわけじゃない、うん、もう映画としてはとても楽しむ、うん、楽しめたんですけども、うん、教訓目線で見ようとすると、うん、人間批判人間批判戦争も起こすし、うんうんうん、エゴの塊だし、うんうん、っていう、いや結構頑張ってるよって思ったのが、うん、その教訓視点。僕目線でいくと、はい、まあ、自然は大切なんだよ、はいはいはい、エコですね、エコ、はい、エコ目線ですよ、はい、っていうのを伝えたいのかなって感じたら。そうなんですね、うん、まあ、これはもう本当に岡田斗司夫さんの受け売りなんですけど、うんうん、宮崎駿の師匠と言われる高畑勲さんが
ナウシカを見て30点だと言ったと、なぜなら、風の谷が描けてないからだと、どんな暮らしをしているのか、っていうところを伝えるのが映画だと、みたいなことを言ってるのが、コミックを見てからその話を聞くと、確かにと、アクション映画じゃん、いや、めちゃめちゃ楽しみましたよ、ガンシップが救いに来て、ユパ様がガンシップから降りてきて戦うシーンとか、この辺も超興奮するんですけど、アクション映画なんですよね。なので教訓的にはそんなに、だってやっぱり、あの、ナウシカが何タイプか、いつもの得意なこのエニアグラムの話をしちゃうんですよ、ナウシカを見ると。で、思ったのは、ナウシカタイプ2だなって思ったんです、めちゃめちゃタイプ2、今の話を聞いて、タイプ1っぽい感じがしましたけどね。厳しくて人間が悪いんだみたいな。はいはい。でも、あ、じゃあ僕がなぜナウシカをタイプ2だと思ったかをすると、初めに深いの森から始まるんですよ、でっかいオウムがいて、こんなオウムの抜け殻を見るのは初めてなんて言って、目のところを取るところから始まるんですけど、あそこでその金が降りてくるじゃないですか、金の雪が降ってくるじゃないですか、それをあのオウムのカバーで受けて、どんどん積もっていく、その時ずっと喋ってるんですよね、ハートフル気持ちが溢れていて、ずっと喋ってて、でその状況を不安とも何とも思ってない、多分僕だったらあのマスクとか多分サンコとか持ってるはずなんです、予備用に、で宮崎駿さんだったらそういう人間だと仮定すると、そういうのを持ってるはず、ナウシカは、でも持ってない、持ってなさそうだ彼女は、予備のマスクとか、ってことはヘッドセンターじゃねえな、その話を聞くと4っぽいですよね。そうね、4かなって思ったんですよ、ずっと喋ってて、あ、金がこんなに降りてきてるとかって、なんかずっと喋りながらやりつつ、でもお父様が襲われた時に、あの全員殺しちゃうんですよ、お父様の現場にいたトルメキアの兵士を、ガーって逆上した気持ちは抑えきれない、っていう面で、あ、8に繋がるんだ、でナウシカの登場人物として主要なクシャナっていうじゃないですか、トルメキアで派遣された王女様、彼女は僕の中で蜂なんですね、蜂っぽいですね、狂犬を押さえつける、で、あ、ナウシカとクシャナ、同一人物説、同一というか繋がってる説、人として、で、クシャナの統合の方向がナウシカ、あ、ここ繋がってるんだと思う、で、ナウシカは例えばミト、おじいちゃんの格好して、最後ガンシップをさっと運転して帰り、で草薙に捕まった時に、お姫様は私の手をね、綺麗だと言ってくださる、お前とはだいぶ違うなって、あ、これはナウシカはそういうことをする、綺麗ねって言うんですけど、ミトって呼び捨てなんですね、ちょっと偉そうだったプライドが高い、ミだなって思いながらずっと、あ、ナウシカタイプ2だなって、あ、僕はエニアグラムのことしか話せないなって思いながら見てました僕はエニアグラムになるだろうなと思いながら見て、はい、ナウシカ分かりにくいタイプだな、その場面によってその意地っぽくそうやって怒ったりとか、はい、こう世の中に対して理想があってみたいなことを思ってたりとか、はいはい、さっきの4っぽく見えたりとか、すごく分かりにくいから、まあ、タイプはあんまり考えてなく作ったのか、もしくは健全度がすごく高いのかなみたいなことは思いましたね。で、あと思ったのは、ナウシカ2なんで作らなかったんだろうって、って思ったんですね、あの要は、まあ、あるわけですからね、話はあるし、あの一旦、あのクシャナ、僕はじめ幼い時見ていた時は、クシャナが一番偉いと思って見てたんですね、敵の一番偉いやつはクシャナだと思って見てたんですけども、あの映画の中でもクシャナは言うんですよ、中央から派遣されてきた軍だ、ってことは軍の一司令官なんですよね、小隊長ぐらいです、そう小隊長か、まあ大隊長か、大隊長か、要は総司令官はもっといる、確かにコミックでももちろん、あのいるんですね、クシャナは、まあ、トップの位置ではない、初め一巻では、なので一応オウムが襲ってきて、ナウシカが止めて、一応終わりを得るが、
エンディングテーマでクシャナが書いていくところで終わるんですね、うんうん、クシャナは群をまとめて書いていく、うんうん、でナウシカはなんか風の谷の再建をしてます、うん、で終わるんですけども、うん、何も解決してないじゃんと思ったんです、うんうん、あのオウムの子供とか、はい、まあ、オウムが突っ込んでくるのを止めたっていう解決しかしてないですよね。そうそう、そのあの世界で、うんうん、その人間の行いを正しくするみたいなところまで描けてないじゃんって思ったんですね、うんうん、ってことはナウシカ2は絶対いるし、その後の風の谷、うんうん、まあありますからね。そうちゃんとで、うん、その王が死んで、うん、ナウシカがまあその継承する、うんうん、じゃあそこで、ね、うん、どう風の谷を、うん、ここの血筋でしか守られないのであれば、うん、継承問題も出てくるじゃないかと、うんうんうん、継承争いがあるじゃないかで、うんうん、ナウシカは風の谷で、そう風の谷で最後なんか子供たちに、うん、メーベじゃないんですけど、メーベってあのナウシカが乗ってるやつ、うんうんうん、あれじゃないけど風に乗る練習をさせてるんです、うんうんうん、子供たちに、うん、じゃあそこから何か選ぶのかなとか、うん、その時ナウシカはどう教えるのかとか、うん、あ、なんかそういうのがすごい見たいと思っちゃったんです、うん、でも宮崎駿さんの作品としてはもう次宮崎さんが決まっているのは2023年頃の予定として君たちはどう生きるかの監督をするってまあウィキペディアなのって多分まあおそらく一回引退宣言をされた後でもう一回これを作るって言ってる時点でもうナウシカ2を作ることはないんですね。惜しいと思って高畑さんもいないし、でもなんかナウシカ見たいですよねっていうのを思いました、うん、見たいですよね、うん、やっぱりちょっと若干やっぱり今見ると古さは否めないなと思うんです、うんうんうん、なんかあの戦闘シーンの音楽がなんかうるせえよつらっぽいなって分かります。あ、今だったらなんかもっと違うことができるんだろうなって、うんうん、なんか昔の RPG っぽい感じがしたんですよね。はいはいはい、はい、ただまあ、うん、とはいえガンシップめちゃめちゃかっこいいとか、うんうんうん、やっぱ戦艦、うん、戦車書かせるとやっぱ最高ですよ、うんうん、ただなんかそのその後、はいはい、どうなっていくのか分かります。まあなんか救世主誕生みたいな感じで終わったじゃないですか。そうですね、うん、勇者はあなたですそうっていうところですね、うん、はい、なのでその先は気になりますよね。そうです、どうなったんだろう、その不快をじゃあどう、うんうん、していくのか、うんうん、まあ一応なんかエンディングテーマの中でなんか綺麗な水が流れて、うん、そこからちゃんとした芽が出ているっていうエンディングでなんか取ってつけたようなところで終わるんですけども、うんうん、でそれをどう広げていくか、うん、でなるとその過程があるわけじゃないですか、ストーリーが、はいはい、ナウシカが活躍するそこは見たいですよね。そうですよ、うん、でそれ漫画ではあるんですよね。漫画ではありますね、うんうん、はい、ただなのでまあぜひなんか、うん、今はまだ買える漫画、うんうん、ただもう今後まだもう分からないですからね、うんうんうん、なんてちょっと思ったりしてます、うん、そこじゃないですか、漫画を買え漫画見ると面白いよ。あ、漫画見ると、うん、あの、あ、私だったらこうするのにはあるかもしれません、うん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 、こんなことができたんじゃないかと、うんうんうん、偉そうにですけどね天才宮崎駿をあ、その映画をこうした方が良かったんじゃないかっていう、あ、ここを取り上げてほしかったよねとか、あ、なんで、まあ、僕が思ったのは、はい、映画は全部で終わりじゃない、話としては、はい、本当にもう最初だけ、最初だけ、うん、でそこからいろいろこう世の中を解決していく話、そうですね、うん、壮大な話になって、壮大な話があるから、はい、ナウシカ面白いよ、漫画本買って読むといいよっていう、あ、うん、面白いです、うん、で、ナウシカはタイプ2、うん、だと思っている、はいはい、クシャナはタイプ8、うん、っていう楽しみ方をしました、はい、続き見たいですねって僕は今思いましたね。そう、あの、うん、クシャナが帰った後で、うん、まあ、あのスピンオフでクシャナの話でもいいですけどね、うんうんうん、クシャナとクトロワ、うん、あと、あ、僕の見方としてはすみません、うん、あの登場人物の中だったら僕と誰なんだろう、うん、って思ったりはするんですよ、うんうんうん、だとすると僕が一番近いのはクロトワかなって思いました、うん、誰かの下絶対あの辺なんだろうな、はあはあ、なんで悪者、悪者、うん、風の谷にはいない、あ、ちょっと欲にまみれているっていう自覚はある、うんうん、
で、あの岡田斗司夫さんの指摘だと、うん、風の谷は、うん、とても皆さんの努力で作られた街、うん、で一日も手を抜いてはならない、うん、誰かが手を抜くと、うん、街が危うくなる、うん、っていうちょうどの緊張の取れたバランスで成り立ってるらしいんです、うん、だとすると多分僕はそこでは生きれないと思ったんです手を抜きたい、いやでも生きれるんじゃないですか、手を抜いたら不安でしょうがないわけじゃないですか、まあ、そうですね、仲間から村八分は耐えられないです村八分もあるし命の危険もあるってことですよね、はい、あります、不快に飲み込まれます、ね、そう、はい、そうすると6の人はちゃんと働きますよ確かに、うん、まあ6の人どこにいてもちゃんと働きそうですよね、悪者側、悪者側にいても悪者側でちゃんと働きそうだし、多分平然と人を殺すと思います、うんうんうん、だって言われたもん、正義だな、これが、でナウシカ あの風の谷にいたらちゃんとそこでもこう働きそうな、なんてことを思いながら、うん、はい、というところで、うん、すいません、はい、あの次は、うん、インサイドヘッド、うん、もしくはエヴァンゲリオンをどう思ったか、はいどう思ったか、はい、でこの動画がどう受け取られるか、うん、でやめるかもしれませんか、まあそのあエヴァンゲリオン見ました、うん、見てます、あの、うん、一応一番初めのアニメと、うん、ジョハ Q は見ました、うん、このジョハ Q っていうのとテレビアニメは同じで、僕の中では、うん、ガンダム3部作あるじゃないですか、はい、3部作というと愛戦士はガンダム、愛戦士巡り合いソラって、うんうん、僕それかなと思ってるんですね、ジョハ Q って、うん、要はガンダムの3部作も要はアニメのここからここまでをまとめた1本、うんうん、ダイジェスト的な感じでここからここまでをまとめた1本、うん、みたいな感じじゃないですか、うんうんなんかジョハ Q もそういうことかなと思って見てるんですね。なんでアニメの1回目だけは見たんですけど、うんうんうん、その中にカオルくんとかは出てないんですよ。ジョハ Q の？ね違う、あごめんなさい。ジョハ Q は映画です。映画で、あ映画版、はいはい、映画版3作がジョハ Q、うんうん、でこっちにあるアニメをキュッとしたのがジョハ Q だと思ってたんですけど、はいはい、僕はこのカオルくんとか。うん急に2個目で出てくるんです、うん、俺この子知らない、要はアニメ一番初めにやってたアニメをアニメには出てこない出てこない、へえ。けど急にそうすると、まあ、途中でオリジナルを追加してきた映画で追加してきた、それがよくわからないっていう、あのとても薄っぺらいエヴァンゲリオン好きなんですけど、はいうん、やらない方がいいかもしれないですね。どういうことですか？エヴァンゲリオンなんかツッコミがいっぱい来る、そう、まあ、教えてくださいでいいんじゃないですか。使徒が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 、そうですね、番組に教えてくださいでもいいかもしれないですね、ぐらいの薄っぺらい不安がどう見たみたいな。逆に僕見てないですからね、アニメも見てない、アニメもあのなんかテレビをつけてたまたまやってたのを見たぐらいだと、はいはい、ストーリーが全然つながってないんで全然わかんないみたいな。ジョハ Q見ればいいです、うんうん、間違いなくそれはというレベル、レベル でしか見たことがない、なのでほとんど知らないと思ってもらう、はい、キャラクターをちょっと知ってるぐらいな。だとまあ体調いつもみたいに筋、はい、筋話の筋書きがどうかを楽しんでいただければいいですし、うんうんうん、私としては、うん、何を学ぶか、何を学ぶか、エヴァンゲリオンから何を得るか、何を得ることができたかっていう目線でお話したいと思います、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。